まだクラクラするぜ。近くで見てきたけどよ。なんかわかったか？おう、星印の部分に1700って落書きがしてあったぜ。1700？ 何のことでしょうね。年号でしょうか？電話番号かもしれないわね。機械の製造番号かもしれないし。1700、これも何かの暗号なのか。他に何かなかったか？別に何もなかったぜ。それよりクラクラしたら余計に腹減っちゃったよ。源太くん、そんなの後にしてくださいよ。コナンくん。あゆみちゃん、どうした？今ね、私ダイヤの4番にいるんだけど。何か見つけたのか？それな。わかった、今行くから待ってて。うん。よし、みんなであゆみちゃんのところに行こう。あの4番ってここなんだけど、とにかく中に入ってみてもよくわからないの。夏の星座、こと座の魅力だってさ。とにかくみんなで中に入ってみましょう。そうだな。ただいまより本日3回目の上映が始まります。お、ちょうど始まるみてえだな。せっかくだから見ていきましょうよ。賛成。ねえコナン君、どこに座る？そうだな。あ、座席がトランプのマークで分けられてる。どうせならカードと同じマークの席に座るか。ここにしよう。うん。綺麗、ロマンチックね。本物の夜空みたいですね。なんか眠くなっちゃいそうだな。これは夏の星座の配置ね。白鳥座に獅子座、わし座を形作る一等星のアルタイルは彦星なのよ。さすが灰原さんです。そしてあそこのところにあるのがこと座ですね。ああ、こと座の一等星ベガは織姫星だな。すごいコナン君。こと座、俺には全然区別つかねえぞ。座席のマークがいくつか光ってるぞ。これもじいさんの仕掛けなのか。コナン君、どうしたの？あ、いや、なんでもないよ。あの光るマークがじいさんの仕掛けなら何かを示しているはずだが。手がかりになるものは結局何もありませんでしたね。コナン君、どうします？ダイヤの4だけたまたま混ざってたんじゃねえのか？
いや、そんなはずはねえ。じいさんは必ず何かをここに残しているはず。けど、かわいそうなお話だったわね。ベガが、織姫がかわいそう。ベガ、ちょっと待てよ。もしかしてあの配置。そうか、あれはやっぱりことざの形をしているんだ。しかし、ベガの位置の座席にだけ光るマークがない。ひょっとして、おそらくこの場所での手がかりはことざのベガに関するもの。コナン君？あった、メモが貼り付けてあるぞ。なになに？アリの方からアリを見ろ。コナン君、これって。ああ、おそらくこの文章はあのじいさんからのメッセージさ。でも何言ってんだか全然わかんねえよ。確かに、一体どんな意味なんだ。回転錠で閉じられた箱、4桁の数字、暗号めいた文章。じいさんの携帯に着信だ。ごめん、俺ちょっとトイレに行ってくる。わかりました、ここで待ってますから。おい、パンドラの兄さん、ブツは揃ったんだろうな。さっきのやつだ。おい、聞こえてるのか。ああ、聞いとるよ。約束の時間まであとわずかだからな。それまでに持ってこれなかったら孫の命はないものと思えよ。まずいな、やっぱりじいさんの孫は誘拐されてたのか。ゆうやは無事なんじゃろうな。まだちゃんと生きてるぜ。それよりもとっとと早く例のブツを用意しな。例のブツ？おて、何のことじゃったかの。バカ野郎、てめえが作ったデータをしこたま収めたファイルのことだ。ファイル？おお、そうじゃったな。そうか、やつらは何かのデータファイルを狙っているのか。だが、受け渡しの場所は？時間は、確かあの時、閉園時間までにって。ダメだ、ここは施設ごとに閉園時間が違うんだ。なんとかして聞き出さねえと。最近、年で物忘れがひどくてのう。まさか約束の時刻まで忘れたんじゃねえだろうな。何時じゃったかな。アトラクション施設が閉園する午後8時だ。うん、そうじゃった、午後8時じゃった。そうか、午後8時か。時間は分かった、あとは場所なんだが。8時ならあの辺は人気もないからな。じゃあな、待ってるぜ。ちょっと待って、まさか取引場所も忘れたんじゃねえだろうな、パンドラ。せめてユウヤの声だけでも聞かせてくれんか。今は別な場所にいる。取引まで我慢するんだな。わかった。午後は8時。フレンドランドじゃな。違う。
アスレチック広場だ。間違えるなよ。携帯が電池切れか。しゃあね。受け渡し場所はアスレチック広場。よし、受け渡し場所と時間は分かったぞ。どうやら推理しないといけねえようだな。ゆうや、午後8時か。あと午後8時か。アトラクション施設が閉まる時刻だな。ゆうやくんを誘拐した奴らがファイルの受け渡しに指定した場所だ。奴らとの決着はそこでつけるしかないようだな。今のところ、誘拐されたゆうやくんは無事のようだ。奴らが要求しているデータファイルの受け渡し場所と時間も聞き出せた。ことざのベガの位置の座席に貼ってあったメモに書かれていたこの文章、一体どういう意味なんだ。こう叫んで、これがアスレチック広場。ことざアスレチック広場には倒れ、ことざのベガの位置の座席に貼ってあったメモに書かれていた文字を変更、これがあればランディ、ことざのベガの位置の座席に貼ってあった倒れたおじいさんがゲーム、ことざのベガの位置の、アリの方からアリを。そういえば、救護院に運ばれるとき、おじいさんはなんで何度もありがとうなんて言ってたんだ。息をするのもやっとだったはずなのに。もしも、あれがお礼ではなく、何かを伝えようとしてたんだったら、ありがとうは、ありがとう。ありをとうに置き換える。そうか、文字を変換しろってことか。プラネタリウムにあった暗号のアリをトウに置き換えてみると、トウの方からトウを見ろだ。こう叫んで方向を、こう叫んで